東京ラジオストーナーです。今日ウェブのニュースを見たら、あのヤマトのクール便で、まあ、なんか問題があったみたいですね。まあ、なんかテレビで、テレビで過去にやってた話だと、あの常温でその出荷場っていうか、その工場ヤマトのその配送倉庫そこにクール便が放置されてる。 放置されてたとかあったみたいで問題になったそれで今回ある洋菓子業者があのヤマトのクールビンを使って荷物を運ん商品を運んだらなんかお客さんの方でなんか変形してた冷凍本来冷凍されてれば変形しないものが溶けて変形してたそういう問題が ありましたまあそれであのヤマトに訴えてもうちは正常に配達してましたしっかり管理していましたあだったら本当に管理してるのかということで中に温度の計測器温度ロガーですねそれ入れて送ったら0ロ度を上回る0ロ度を、ま、上回る温度に1時間ぐらいになってたみたいですねまあ冷凍 冷凍と言ったらマイナス20度ぐらいなのかな。そのぐらいでは、そのぐらいで常に運ばれるべきところがゼロ度を上回ってた。まあ、なんか問題ありますね。もちろんクール便無料オプションじゃないですよ。追加料金が必要です。それでこのようなことが起こってたら問題ありますよね。まあ、その業者、別の業者、 まあ、別の業者って佐賀急便しかないですけどそちらの飛脚クールかかか何かに変えたのかなと思いますねまあ確かにヤマトのクール便って一般の人が使える一番最初の冷凍便だったんですよね私が中学生ぐらいの時に CM してましたからねだから結構歴史があるんですよね歴史があるということは設備も老朽化してる 一方佐川急便の方は新しい設備だから、まあ、大和より上だとも言われてますね。まあちょっと個人宅の配送そこら辺に難あるとも言われてますけど、まあ、新しい新しく技術を採用した方が有利ですからね。確か佐川の場合だとなんか日例と提携してるから まあ得意分野の方で送られるそういう利点もあると聞いたことがありますねまあまあ、しっかりサービス商品として提供するんでしたら温度管理とかしっかりしてもらいたいですね、まあ、最近最近物流業界コストダウンコストダウンってそう言われてて無理が出てるかもしれないんですけどまあ無理が出る場合に値上,がり値上げするそのぐらいも 必要ななのかなと思います、ね、まあ、あとちょっと私話してる時に変に違和感があった例えばマイナス5度以上っていうとあの皆さんどっちを指しますマイナス5度マイナス5度より上げてっていうとあの数字が上がった方そっちの方をみんな連想するんですよねマイナス5度から1度上げてそうすると 私だったらマイナス4度にしてしまう4度の方が暖かいですからねでもマイでもあのマイナス5度から1度上げ1度上げてっていうとマイナス6度そう設定する人もまあいますね、まあ、こう考えるとこのマイナスという表現意外にこの直感的に理解されてないのかなと思いましたね ある意味この負の数負の数を使うような表現って避避けければ避けた方がいいのかなってまあ温度の場合だともう摂氏摂氏ですからね0度っていう温度が存在してマイナスというものも存在するだからある意味その一般人が使うそのスケールの範囲ではこの温度 プラス側、そっち側にしてもらいたいところがありますね。まあ、かといって絶対温度に、絶対温度に変えるのか。それも混乱を起こしそうですけどね。だから、負の、ちょっと話してて、負の数の取り扱い。あ、なんかいろいろ問題があるのかなと思いましたね。まあ、できるだけ負の数。あ、そうだ、負の数って、 あの中学の時に習うはずなんですよね5マ5ひス5ひくマイナス5ややこしいですね5ナス5どうなるかなんかナ1 0って書きたくなりますけど実際は0度なんですよね0度っていうか0なんですよねマイナスが2つ続くとプラスになるそうなりますからねまあそこら辺 まあ直感的に理解できないところの一つなのかなと思いましたね。まあなんでクールビンからこの負の数になったのかって突っ込まれそうですけど、今日のトトダし動画は終わります。